五七八拉诺殿是新元古斯库区内的参拜场所。到大正时代为止，新元村落一带都有神女在这里主持着祭祀活动。はい、こちらが内原の村です。内原の村は荒垣城のトゥングルワの中にある廃所です。戦前まで5月と6月の馬地位にはこの村の前に区民が総出して神様に祈願し、ご馳走と運作を備えました。現在でも祭祀場として機能しています。在内原の殿的西侧叫阿嘎基的树根，有一口用石头垒砌的水井。从前这口井曾用于祭祀，但是现在里面基本上已经没有水了。1713年琉球王朝编写的《琉球国由来记》里面记述了作为祭祀场所的尤巴拉诺殿。对于村民来说，这里是从古至今神圣的地方。